はい、皆さんこんにちは、森蔵です。本日はですね、ルアーアクション編の第9話ノンストップジャークにおける伏線っていうのをお話をしていきたいと思います。はい、ちょっとね、間が毎回空いてしまいまして申し訳ございません。ちょっとね、仕事が忙しくてなかなか更新できない、わけですけども、今日は頑張ってやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。まずですね、ノンストップジャークのね、お話をする前に、前回ダイビングジャークのお話の時に、フロントフックがね、非常に重要ですよっていうお話をしました。で、今回このノンストップジャークっていうのは、もう縦横仮説の中でいくらでね、たくさん話をしております。リアフックのお話になります。はい、だからこのノンストップジャークうんぬんというよりも、このリアフックの設定をいかにどうするかによって、変えていきますっていうお話をしていきたいんですけども、実はですね、このもうちょっと前に5月ぐらいだったかな、リアフックのですね、こだわったお話をね、実は動画で上げさせていただいてます。概要欄の方にその動画のリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただきたいんですけども、はい、そこでどういうお話をしたかというとですね、あえてリアフックは魚が刺さらない、設定をすることによって追い食いをつなげることができますよっていうお話をしました。はい、それはどういうことかというと、要は魚に違和感を与えない、ツインフックっていうのは、こういう、例えばね、今こういうツインフック設定してあるんですけども、これ基本的に横の針なんですよ。魚が食って反転する、横に反転する時にこの口の中に針が滑り込んで、どっちかの勘抜きを刺してくれる設定になってるので、これは横の針なんですね。なんだけどノンストップジャークっていうのは基本的に後ろからこうやって追尾してきて、それを丸まんま口開けて加えながら下に持ってくアクションなんで、このね、針っていうのは基本的に泳いでる時はこうやって横になってるので、こう横になってる針を、例えばこうやってね、横になってる状態で魚がバイトしても上から叩く形になるから、針先上に向いてないんですよね。だからこういう時に魚っていうのはあんまり違和感を感じずに、もう一回これをね、追い食いしてくれる可能性が高まるんじゃないかなっていうのが、その時はお話の内容です。はい、なんだけども、じゃあ実際ノンストップジャークどっちがいいか、例えばこのね、ね、はい、トリプルフックのように後ろから、かぶりつくようにして下に潜っていくんだったら、上向いてる針がいいんじゃないかって言えばそうなんだけど、例えばさっき言ったように追い食いにつなげればもっとね、しっかりとしたバイトしてくれる可能性があるから、この横に向いた針をそのまま違和感を与えずに魚にバイトさせるか、どっちがいいのかっていうのは、実はね、もう皆さんのこだわりによって変わってきます。すいません、もうね、いつものようにね、そういうみんなに投げちゃうようなね、動画で申し訳ないんですけども、結局ですね、このトリプルフックでもツインフックでもどっちでもいいです。どっちでもいいんだけど、ツインフックを使うんだったら追い食いをさせるイメージを持って使っていただく。で、トリプルフックを使うんであれば、一発のその魚のバイト、要は最初のバイトによって魚にボーンってね、よくね、あるじゃないですか、バイトの瞬間にゴーンってきても何も追っかけてこない、追っかけてこないんだけど、ヒットにつながる可能性も高い。だからそれをやるのか、違和感を与えずに、追い食いにさせて、追い食いでしっかり食わせるのか、どっちにつなげる方がいいのかっていう目的によって使い分けるべきかなっていうふうに思います。はい、それが今回のリアフックのほぼ全てのお話になってきます。もうね、全部お話しちゃったような感じなんですけども、はい、で、実際に僕はその間のこんな針、こういうね、これいわゆるなんだ、ロングアシストって言ったらいいのかな、こういう針も使ったりします。これオーシャンマークの方でもね、出てるオーシャンツインのね、ロングバージョンなんですけど、こういうのを使ったりして、その中間に当たるようなこういう針の設定をすることによって、はい、それをね、また、打開したりだとか、様々だと思います。で、とにかくこのノンストップジャークにおけるフック設定はリアフックをね、いかにこだわるかだと思います。で、ちなみにこれノンストップジャークでもね、結構バーンって思いっきり食ってきた時は、このボディ側に食らいつくような、後ろからボディ側に食らいつくようなバイトもあって、そういう時はですね、フロントフックの効果がね、すごくね、強くなりますから、フロントフックは前回ね、ダイビングジャークでお話した時と同じような感じでやっていただければいいと思います。なので、要はリアフックいかにこだわっていくかが大事かなっていうお話になってくるんですけど、実はですね、僕ですね、今ね、あることを考えましてですね、ちょっとね、一つのものを作ってみました。はい。それは何かというと、こうやってね、縦をね、キープしてくれるシングルフックを作ってみたんですよ。これはちょっとね、ある発想が出てきまして、はい、ひらめきまして作りました。この針ですね、実はですね、この縦の、このね、形状、この縦の向きの形状が常に、横に向かない、
形で作られてます。なのでルアーにつけて泳がした時も必ずこうやって立った状態で泳ぐようになってて、常に魚が上からバイトしてるに対して捉えるっていう形になってます。これねすごくねちょっとねチャレンジングなあの発想なんで、これがうまくいくかどうかは分かんないんだけど、ちょっとねこの秋あのねノンストップシャーク専用のリアフックとしてあのお客様にね使っていただける環境を整えてみようかなと思ってますんで、まあ、これちょっとね現場テストになってしまう部分もあるんだけど、まあ例えばこれがね今ねあのこれシングルフックなんだけど、サイズがちっちゃい、ルアーの場合は針がどうしてもねあの1本であのやるときにはすごくやりづらくなっちゃうから、こうやってねちょっとね2本針ですね、こういう形で同じように上を向いた2本針、これも要はシングルフックが2本ついてる状態なんだけど、上を向いた2本針でこうやって常に上を向かせたあの状態でルアーを動かしてみる。これちょっとね正直ねアクションは出づらいなって気がするんだけど、まあノンストップジャークはあんまりねあのアクションのことは気にせずにあのやって大丈夫なので、アクションよりもやっぱりこのリアクションで魚にリアクションを取らせたいなっていうのがあるんで、こんな感じで上を向いた針作ってみましたんでね、ぜひねこの秋宮古島にいらっしゃってね当選の方であのね GT やられる方はねあのこれねおすすめですんで、ちょっとね間に合うかどうかわかんないんだけど、間に合えばまたねこれあのねあのオリジナル服として販売させていただきますんで、ぜひ使ってみてください。はい、ちょっとね、すみません、あの宣伝を兼ねてやらせていきました。はい、まあ、というわけでですね、リアフック、この2つのパターンがあります。刺さりやすくして、魚の一発目のバイトをしっかりと、ね、あのヒットにつなげる設定なのか、このね、一発目のバイトは刺さない前提として、あの泳ぎを誘発させるための、ね、設定にするのか、それはもう目的によって違いますんで、ぜひね、いろんなことを考えながらやっていただけると嬉しいかなと思います。まあ、そういう考えてやるのめんどくさいなと思ったら、こういうね、ロングアシストをつけてもらったら、よりね、より分かりやすいかなと思いますんでね、はい、ぜひぜひやってみてください。はい、こんな感じでね、まあ、リアフックの話はね、すごく短めの話になるんだけども、実際にね、これは結構魚の動きに合わせた、魚の動きにアジャストした、ね、理屈になります。なので、まあ、これが、ね、実際現場でどれぐらい生きるかどうかは、ね、やってみないと分かんない部分はあると思いますけど、僕は結構、ね、これ自信持ってお勧めしておりますのでぜひよろしくお願いします。はい、というわけで次の動画はですね、フロントフックとリアフックの役割と違いっていうね、もう話したじゃんっていうぐらいね、このね、ほとんどこの内容話してると思うんだけど、改めてこのね、第10話のね、フロントフックとリアフックの役割の違いっていうのをね、お話ししていきたいと思います。これはね、結局この、まあ、ここまでね、やっぱり総集編になりますので、ぜひぜひね、まあ、まとめ的な内容になりますが、よろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、今日の動画はこれ以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。